よろしくお願いします。すみません、今ちょっとトイレ入ってまして、皆さん、初めての方も何人かいらっしゃると思いますので、自己紹介の方から、させていただきます。すみません、ちょっと息の方が今ちょっと切れちゃいました、ごめんなさい。ちょっと簡単な自己紹介させていただきます。私は、我孫子市、に住んでます、小林と申します。私の、妻がですね、フィリピンの人で、縁あってこの教会に、何年か前にお世話になりました。その時に、一緒にですね、私も、のこのこついてきましてそれで、この教会の、今年の春に毎年やってるんですけどね、スポーツフェスタっていうのが、5月の3日ぐらいですかね、にあると思うんですけど、ちょっとゴールデンウィークにねあるんですが、それを初めて見させてもらった時に、とても心が和やかというか感動というか、家族愛というか兄弟愛というかね、ものすごいなんか衝撃、センセーショナルな衝撃があって、ただのそのなんていうんですかね、まあ、大人の運動会、子供を交えた、運動会とも言えるんですけど、とにかくあったかさっていうんですかね、ちょっとうまく伝えることできないんですけど、あったかみがあることをものすごく私感じまして、いろいろ、私の妻の関係でいろんなイベントですとかそういうのに、たまにいつも出させてもらってたんですけど、それとは全くちょっと違ったね、ものをすごく感じました。とにかくみんなが和気あい、仲が良いということと、お互い助け合って、ゲームを進行していったりする姿を見ててものすごく感動しました。アニーナ、この中で一緒にできたら、ね、このスポーツ含めて、その時はこの聖書の勉強ですとかキリスト教のことはあまり意識してませんでしたけど、その時になんかこの仲間で一緒に楽しめたらいいなぐらいの感覚で最初見てました。すごくそれが、3、4年ぐらい前の話なんですけど、思い出されます。すいません。ですね、おととい、あ、昨日ですか、11日、おとといの地震、すごかったですね、これね。私も、普段昼間仕事してますので、ちょっと仕事の関係で早かったり遅かったり時間が不規則なんですが、たまたまその日は3時に、会社を上がれるということで、あれ起きたのが3ちょっと前ですよね。もうそろそろ帰り自宅を始めたところで、急に会社で地震に、襲われました。それで、もちろんでかい地震でしたので電車も何も動かないと思いまして、とにかく連絡が取れない。たまたま娘、私3人いるんですけど、娘たちは連絡取れたんですが、家内が連絡取れないということで少し心配になりまして、もうこれ歩いて帰るしかないなと思いまして、私北千住が仕事なんですけど、我孫子までとにかく目指して、歩こうと思い3時に出発しました。途中2時間ぐらいして、6号線の金町立教あたりでちょっとくじけたんですけど、サライとかああいうのを歌いましてちょっと自分に元気つけまして、ちょっと、頑張りました。でちょっとトイレも行きたくなったんで、途中駅で様子を見ながら、トイレに入ってあれしたんですけど、やっぱ電車まだ動いてなくて、見込みがないということで、皆さん結構そういう方がおられると思うんですけど、娘がですね新松戸に住んでましたんで、そこまでとにかくたどり着こうということで3時間半歩きました。3時間半かけて、やっとたどり着いたんですけど、とにかく着いた途端に足がつっちゃいまして、私ちょっと若く見える、いつも言われるんですけど、もう50の一歩手前なんでね、もうそろそろお年なのかなと思いまして、ちょっとがっくりしました。
ね、先ほど言ってたスポーツフェスタで、ちょっと頑張れる自信ちょっとなくなったんですけど、まあいいウォーミングアップになったかなと思いまして、まあ事なきを得たっていうか、たどり着きました。 でも聞いてみると今、この画面やってくれてるね、兄弟の木崎さん、まっちゃんですけど、僕の倍歩いたそうです7時間、新宿から、ご自宅の船橋ですかね、元八幡まで私の倍7時間かけて歩いたそうです。やっぱ上には上がいるなと思いましたね、びっくりしました。ご苦労様です。お疲れ様でした。それでですね、まあ、この教会のそのスポーツフェスタを見て、ちょっと興味を示して、この教会の日本人の、バイブルスタディというね、聖書の勉強会が土曜日、8時半に、開催されているということで、私もそれにちょっと興味がありまして、顔を出しました。ただ今ここにいる面々、皆さんいますけど、いい人たちばかりで、可愛がっていただいてありがとうございます。今この前にねいらっしゃる、グロー先生にはね本当大変お世話になっていろいろ学ばさせていただきました。本当感謝してます。やっぱり神様、がいて、私たちがいるということをつくづく一昨日の地震で感じた人も結構多いと思うんですが、やっぱり安否、家族の安否、兄弟姉妹の安否、ね、知り合いの安否が皆さん気になると思います。私の知ってる範囲では私たちの家族、兄弟、姉妹は、無事だということで、今便利ですよね、Facebook だとかああいうのがありますから、電気が通じればあれで連絡が取れますから、その辺は本当便利なんですけど、その、私たちのね、兄弟、姉妹は無事ということで本当に感謝いたしました。仙台だとか向こうの東北地方の、ね、テレビで津波だとかああいうのを見ると本当に余計に私たちはもう感謝しなければいけないという気持ちにさせられます。それでですね、そのことをまあうちでニュース見ながら、家内と話してたんですけど、こういうことがありました。ここにちょっと御言葉を用意してもらったんですが、この御言葉というのは、この教会の牧師である、パストル・モンティ牧師の奥さんである、今ここにいらっしゃいますけど、ロイダさん、ロイちゃんでいいかなロイちゃんが、この間フィリピンに行った時に、うちの親父にお土産としてカレンダーを買ってきてくれました。でそれのカレンダー の, 日ごとに御言葉が書いてあるんですけど、その御言葉を、ちょっと、引用っていうか、たまたまですね、その11日起きた日の、カレンダーを見たんですが、ちなみにこれびっくりしたんですけど、今ちょっと書いてあるこの旧約聖書の詩編、今ここに書いてありますね、122-7-8、7なんですけど、この7の部分が、11日の日です。地震が起きた